機械生命体の数が増えてる。原因不明。バンカーにレーザー通信での呼びかけを継続。了解。
Movie!
丈夫？急に奴らがキャンプになだれ込んできて応戦したんだが銃が効かないんだ。敵個体からエネルギーシールドを確認。推奨近接物理攻撃。わかった。あなたは他のアンドロイドを退避させて。頼む。ありがとう、トゥービー。助かったよ。一体、何が？わからない。奴ら、急にこの拠点に攻め込んできて。何？キャンプの外から聞こえたぞ。またこいつか。
警告。周辺の機械生命体が当地域に集結中。これじゃキリがない。予測。敵大型兵器が避けることにより周囲の機械生命体を呼び寄せている。推奨。敵大型兵器の破壊。
丈夫？いや、命中してよかった。これは全部破壊してやる。
ネットワークにぶら下がっている機械生命体が全部暴走したらしく、村の入り口を封鎖して応戦しているのですが、私たちの武装では。まずこいつを排除する。you
何があったんだ。ネットワークに接続されている全ての機械生命体が一斉に暴走したんです。おそらく全体を統括しているユニットが暴走したかと。あのイブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらく。ポット、イブの位置を特定できる？報告、位置はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。気をつけて。姉ちゃん。これは広範囲に強制通信を撒き散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界意味がないって。俺にとっては兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。俺は
エネルギー反応を確認。何それ。多数の機械生命体からエネルギー供給の推測。ネットワーク経由で周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃ拉致が開かない。リブにハッキングして停止させてみる。トゥビー援護して。了解。ハッキング中の内エース本体を防衛する。敵個体が接続されているネットワークは問題。予測、内エースのハッキング成功確率は低い。推奨だ。うるさい。ラインエースがやれるって言ったらやれるんだ。
破損、近接戦闘が不可能。しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないかな。はい、イエス。you
なのか。データ信号共鳴し合って、生命体側に残していたみたいで、何か気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻ったという。よかった。機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが、今もまだ私の中に残っている。My dreams will come to life.
dreams will come to life. Come to shout it loud, even if our words seem meaningless, like I'm carrying the weight of the world. I wish that some way, somehow, that I could save every one of us, but the truth is that I'm only one bell. Still we're gonna shout.